こんにちは、大福園です。今日も、まあね、怪しい格好、まあ、いつも通りのね、これ格好なんですけども、これフォーマルスタイルなんでね、これでね、暑いんで、まあ、空調服ですね、パン付きの作業服と、あとね、まあ、日焼け防止というか紫外線対策で被り物とですね、サングラスと、あとまあ、安全対策でヘルメットということで、まあ今日もね、鉄火ですね、果実の間引く作業やってるんですけども、もうね、この辺り何日か経ってますけども、あ、こんな調子ですね。これね、こう間引いた果実ね、ここ斜面なんでちょっと上からね転がってきて集まってるんですけども、こんなんね、ほんで危ないんですよね。ここ結構な斜面でね、これこんなとこ乗るとですね、結構これこうね、危ない、ほんまに危ないんですよね。なんで、まあ、ちょっとこういうね、不安全行動って言うんですけども、そういうのは避けてね、ちょっと、まあ、やるようにしてますね。本当はだから安全対策でね、ここ通路なんで、まあ、マサオとかね使って草を刈っとけばね、より安全に作業できるかなと思うんですけども、ちょっとね今日はできてない中で作業をやってましたね。例えばこの木だったらですね、一個ね、目安になるのが、この果実ね、一個一個ピコピコいっぱいついてるかと思うんですけど、これのサイズですね。なんでしょうね。これ今一個ね、取りましたけども、この果実と比べたらね、これ小さいですね。これね、この小さいのってね、同じぐらい美味しいのになるとは思うんですけども、結局ね、小さすぎるやつってね、市場でね、あんまりいい評価を受けないんですよね。そういうのもね、間引いてしまいますね。販売してもいいんですけども、たくさんならせすぎるとですね、来年この木ね、あんまりみかんならなくなってしまうんでね、まあそもそもね、もうこの果実のこの格好になる時期にですね、こんだけもみかんの実がついてる時点でですね、来年ちょっと多分ちょっとお休み気味になるのかなと思ってるんですけども、小さすぎる果実はね、間引いてますね。あとこういう、これもあんまりね関係ないんですけどね、味には、まあ、外観の汚いやつですね、こういうのね取ってますね。これだったら小さいとかね、一個一個ねこれ考えて一応はやってるんですけども、慣れてきたらですね、慣れですね、うまくなってきたらとかじゃなくて慣れてきたらですね、こうね、もうあんまり何も考えることなくですね、パチパチこういうふうに、ね、今はちょっと片手でやってますけども、これ両手でやったらですね、結構なペースでこうちぎる作業ってできるんですね。あ、これなんか割れてますね、こういうふうにね。まあこういうのもダメなんでね、こうやってちぎったりとかでいうことをねやっていく作業が鉄火なんですけども、とりあえずですね、この木今ちょっと試しにピコピコね、片手でちぎりましたけども、基本的にはね手つかずの木なんでね、これまあちょっと今からやってみますかね。はい、あ、そうそう、あとね、あれやな、こういう風にですね、ちっちゃい枯れ枝ですね、ちょっとこう枯れてくるんですね。こうたまにありますね、こういうの。はい、こういうね枯れ枝ですね。これね、病気の発生源になるんでね、良くないのと、まあ、あとこの枝にですね、果実がねぶっ刺さったりしてですねアウチになったりするんで、気づいたらねこういうのも折ったりですね、まあ、こういうふうに丁寧にやる場合はハサミで切ったりですね、まあ洗浄とか言うんですけども、まあ、こういうことやって、この枯れ枝の除去というのもですね同時にやってますね、はい、あとまあちょっと本当にもうね邪魔な枝っていうのはね切ったりしてますね、はい、この鉄火の時期にですねやっぱりこれ邪魔やなと思ったらね、あんまり考えんとですね安全第一なんでね、枝も切るようにしてますね。実際切った枝がですねこういう風にねありますね。ここにもちょっと集めたりしてるんですけども、安全対策ということで糸うことなく切るようにしてます、はい、いいのか悪いのかねそれはちょっとわからないですけども、
はい、とりあえずじゃあ猫の木やっていきますか。はいはい、ね、この木ね、作業できましたねこれ地面見たらね、ものすごいことになってますね。私さっきこれ落とした果実なんですけども、もうものすごい量ですね。これでですね、この木の方にはね、割と美味しそうなみかんね、結構残せたのかなとちょっと思いますね。はい、あとね、さっきやる前にちょっと言ってたね、こういうのね、これまあこれの枯れ枝ですね。こういう風なね、はい、こういうのとかね、何個か切ったりね、ポキポキ折ったり、でもこういう風にちょっとね残ったりね、全部ねきっちりできてないですけども、こういう風にね、こんな残ったりねしてますけども、まあ、こんなのね、まあ大体なんでね今回はねこれ鉄管作業ねやりましたけども、なんちゅうんですかね、みかんの作り方なんかね、いろいろですからね、これがね、私もこれいいとは思ってなくてですね、まあ、まずこの木で言うとね、今年の感じとしてはね、こういうふうにね、大きい切り口、ここにもね、何個か、ここに見えてるかと思うんですけども、こういうですね、静止ですね、大きい枝切ってですね、木の形を整えるっていうのは、確か梅雨頃かだったと思うんですけどね、その時期にはやってるんですけども、細かいですね、剪定ですね、ハサミでチョキチョキ切るような剪定というのはちょっとできていないですよね。あとは水やりですね。この夏なんかね、まあ梅雨の後半ぐらいからかな、雨も少なくて水も欲しかったところなんですけども、それもやっていないですね。やった方がいいんですよ。やった方がいいんですけども、やっていないんですよね。はい。そこはね、まあ、やっぱり自分がですね、避ける労力があるかっていうのとね、収益のバランスですね。はい。剪定とかね、まあ、灌水ですね、水やり。これ逃した作業ね、もしやってたらですね、もしかしたらね、こんなにね、落とすことなくですね、実をつけられたかもしれないですね。あとは水をもっとやってたらですね、これ葉っぱもね、乾燥で、結構ね、こういう風にね、落葉してるんですけども、こういう落葉もね、もしかしたら抑えられたかもしれないですね。はい、ただですね、まあ、それもね、時間もお金もかかることなんで、今年の感じとしてはですね、私はスキップしてしまいましたね。ただですね、これまあ、味がね、そんなおかしくなりますかって言ったらそんなことなくてね、だいたいこんな私みたいな猫、いい加減な感じでもですね、まあまあ美味しいのなるんですよね。投下する労働力とかね、資材、まあ言ったらお金ですね。それとですね、収穫するみかんの量ですね。まあまあ収入ですかね。そこのバランスみたいな話になってくるんでね、私はちょっとそこまでやらないという判断したよっていうだけのことでね、別にまあ、美味しいみかんは美味しいみかんが収穫できるんじゃないかと、まあ思いますね。なんかね、結局環境が大きいところがあってね、この木が植えられてる畑の環境ですね。ここの畑ね、たまたま日当たりがね比較的良くて、排水も良くて、で木もね結構古くて美味しくなりそうな条件がね整ってるんですね。あとは通常ですね、11月の真ん中ら辺から収穫できるような品種なんですけども、大福園の場合ね、美味しくなるまで待つっていう方針でやってますんで、美味しくなるしかないんですよね美味しくなるまで取らないんでねそういう条件が揃ってるんで、まあ大体ね、どんなことやっても美味しくなるっていうのがあるんですね。ただね、その引き換えにですね、
こういう管理をしていたらですね、来年は収穫するみかんが少ないですよとかね、木が弱りそうですとかね、いろんな弊害もあるんですけども、私ねちょっとそこまでできてなくて、まあ、こういう感じでね大体やってますね。はい、まあ皆さんねいろんな経営の状態でねされてるかと思うんでね、これが正解とかねみんな一概に言えないとね思いますね。特に果樹の場合は作る人によってねもう全然味とかね食味とかね全然違ってくると思うんでね、食べるお客さんもね、まあ、なかなかそこはねちょっと見極めが難しいのかなとも思いますね。はい、大福園の場合もですねだからある意味ではとんがったみかんだと思いますけどね万人受けしますかって言ったらそんなことないと思うんでね、はい、まあ、気に入ってくださる方はね大切にしていきたいと思います。はい、じゃあ今日も見ていただいてありがとうございました。みかん食べてねみんな元気に楽しくやっていきましょう。はい、それじゃあさよなら。この傾斜なんかほんまマジで強烈やな。